ドリトル先生シリーズ、ドリトル先生アフリカ行き、ドリトル先生アフリカ行きは、アメリカ合衆国で活動したイギリス出身の小説家ヒューロフティングにより1920年に発表された児童文学作品。書簡は米国で、イギリスでは1922年に出版された。1958年に、第1回、ルイス・キャロル・シェルフ賞を受賞している。 原書の正式な表題は、The Story of Dr. Dolittle, Being, The History of His Peculiar Life at Home and Astonishing Adventures in Falling Parts であるが、日本で本作を最初に紹介したイブセ、いぶせますじが表題を、Dolittle 先生アフリカ行きとしたことから、以後の翻訳でもこれに類する放題が付けられることが、多い。ドイツ語版では、Doctor, ドリトル・ウンとザイネ・チエレとの役代が付けられている。ドリトル先生シリーズの第一作。本作は元よりシリーズ全作品で著者のロフティング自身が総画も手掛けている。ロフティングは米国やカナダ、キューバ、西アフリカなど各地で土木技師として従事した後、1916年にイギリス陸軍、アイリッシュガーズ連隊の志願兵として従軍した。 その際に負傷した軍用馬が治療も受けられないまま射殺される光景に心を痛めたことが動機となって二人の子供に宛てた手紙の中で自身が創作した動物の言葉を介する獣医師ドリトル先生の物語を書き送った1917年に西部戦線で重傷を負ったロフティングはアイルランドへ帰国し療養生活に入るが1919 19年に アイルランド独立戦争が勃発し、戦火を逃れるために、家族全員で妻の母国である米国へ移り住むことに、する。大西洋を横断する船内でロフティングは同じ船に、乗り合わせていた。小説家、ジャーナリストのセシル・ロバーツから、ドリトル先生の物語を出版する様子よく、進められ、1920年に、F.A. ストークス社より本作が出版された。 米英におけるシリーズ各館の初版本は、米国のストークス版とイギリスのジョナサン・ケープ版で、共通の表紙画を用いているが、本作に限り、米英でそれぞれ異なる、表紙画が用いられている。ストークス版は、ドリトル先生が小猿を治療している単色のイラストで、ケープ版は、先生が伝染病を収束させたお礼に猿たちが盛大な、宴会を開いている様子を描いた。 カラーイラストである。岩波書店が日本で観光している愛蔵版ドリトル先生物語全集はケープ版を底本にしており、第1巻のカラー口絵にはケープ版の表紙と同じイラストが用いられている。表紙デザインはケープ版を元にしているが、表紙のイラストは異なり、ケープ版では 本の折り返し部分に用いられている先生の一行が、アフリカへ上陸した場面のシルエット画が使用されている。作中において黒人である、万本王子が童話、眠り姫に登場する王子のような白い肌に憧れ、ポリネシアが演じる、バラの妖精、トリープシュティンカの導きで不応に捕まって投獄された、先生に協力を求め、 先生の調合した薬品で顔だけを脱色して白くする場面をはじめステレオタイプ的な黒人描写が多用されており人種差別を助長するのではないかとの批判が1970年代より米国を中心になされているこうした批判を受けて米国では長らくシリーズの大半が絶版となっていたが1986年のロフティング生誕100周年を機に 遺族からの了承を得て1988年より復刊へ向けた改訂作業が進められ、本作も1997年に改訂版として復刊された。この改訂版では、該当箇所をポリネシアが万歩に催眠術をかけた、あるいは万歩はライオンの有猛さに憧れており、ライオンのような縦紙を欲していたので先生が、 育毛剤を調合して紙を伸ばすという内容に改変している。日本語版に関しては2001年に岩波書店が黒人差別をなくすかより差別表現が品質するとして改修を要求されたが岩波書店はこの要求に対して改修を行わず不適切とされた単語の部分修正で対応するとともに原作が発表された 時代背景などに関する編集部の考え方について、巻末で説明し、読者に理解を求めている。2000年代後半に本作が、日本で、パブリックドメインとなって、以降に、各社より刊行された新訳についても、岩波書店とほぼ同じ対応をとっているものが多いが、中には、ポプラポケット文庫版のように、米国で1997年以降に、刊行されている、 海底版を底本とした事例も見られる。ハリネズミの上に腰掛けてしまったおばあさんは、こんなところは二度とごめんだと診療所を後にした19世紀、医学博士のジョン・ドリトルは、妹のサラと二人で、イギリス南部にある、田舎街、沼のほとりのパドルビーにある広大な邸宅に、暮らしていた。ところが、ドリトル先生は大の動物好きで屋敷の中や、庭園でも、 数多くの動物を飼っていたために、患者のおばあさんが、待合室にあるソファの上で居眠りしていたハリネズミの上に腰掛けてしまうなどの騒動が起こり、人間の患者はすっかり寄りつかなくなってしまったので、貧乏暮らしを強いられることになってしまう。そんなある日、アフリカ生まれで180歳を超えるオウムのポリネシアが、先生に話しかけ、 動物の言葉を覚えて人間でなく動物のお医者になりなさいとアドバイスする。ポリネシアの指導で動物の言葉をすっかりマスターした先生の評判はたちまちイギリスの国内外に広まり、老眼の馬にサングラスを作ってやったりして、近隣の住民たちもペットや家畜を連れて先生の診療所を訪れるようになり、再び暮らし向きが良くなったと思ったのもつかの間。 先生がサーカスから引き取ったワニを怖がって誰も動物を連れて来なくなったことに腹を立てたサラは家を飛び出して結婚してしまった。動物たちはサラまで家を出てしまった貧乏暮らしの責任の一端は自分たちにもあると考え、それまでサラが行っていた家事を各自で分担し、オルガン奏者に虐待されていたところを先生が引き取ったチンパンジーのチーチーは料理と裁縫を。 アヒルのダブダブは、ベッドメイクを、犬のジップは尻尾に放棄をくくりつけて、掃除を、フクロウのトウトウは、家計簿の管理を、豚のガブガブは、庭の手入れを、そして最年長のポリネシアが洗濯と各自への指示を、それぞれ行うことになる。そうして、冬を迎えて、しばらく経ったある日、アフリカから飛来した季節外れのツバメが急な知らせを、運んできた。その知らせは、 アフリカの猿たちが深刻な伝染病に苦しめられており、この危機的な状況を救えるのは、世界一の名医である、ドリトル先生しかいないというものであった。こうして、ドリトル先生は猿たちの危機を救うために、アフリカへ旅立つ。ようやく、アフリカのジョリギンキ王国沿岸に到着した先生の一行であったが、運悪く船が、沖合の岩に衝突して大破してしまう。 ジョリギンキの国王はかつて白人に国土を荒らされたことを理由として問答無用で先生を捕らえて投獄するがポリネシアが先生の声真似をして国王を脅し一晩で釈放された。しかしポリネシアに騙されたと気づいた国王はお手を差し向け先生一行はジョリギンキと猿の国を隔てる断崖絶壁に追い詰められてしまう。猿たちは 先生の到着を知るや、稲や電光石火の連携で手をつないで峡谷に橋を、かけ、無事に猿の国へたどり着くことができた。おびただしい数の猿が、伝染病に苦しむ中、先生は、ジャングルの動物たちの協力も得ながらようやく病の流行を収束させることに成功し、猿たちは先生に、感謝の証として二つの頭を持つ世にも珍しい。 動物、おしつおされつを寄贈した。目的を果たして猿の国を後にし、ジョリギンキ領内に戻った。先生一行は再び囚われてしまうが、ジョリギンキ王国の第一王子、バンポの協力で脱獄に成功する。生まれ故郷のアフリカに残ることにしたポリネシアとチイチイそしてサーカスから引き取ったワニを残して、バンポの用意した船で、イギリスへの帰路に着く。 海賊の襲撃にあったりわずかな匂いを手がかりに、行方不明の漁師をジップが探し当てるなどの事件を経て、イギリスにたどり着き、パドルビーへの帰り道は、サーカス団に帯同して押しつおをされつを人々に干渉させ、大破してしまった船の持ち主に弁償してもなおあまり、ある莫大な収入を手にした先生は、ようやく懐かしの我が家に帰還したのであった。 序盤の舞台であるパドルビーについては、ドリトル先生シリーズ世界観を参照。岩波書店版では1978年以降、児童文学作家、石井桃子の手になるシリーズ全般の解説が掲載されており、その中で本作が日本に紹介された経緯についても、衝述されている。石井が下役を持参して近所に住んでいた、イブセマスジに、 本作の翻訳を依頼し、雑誌、文学界1940年10月号に、童話ドリトル先生物語として、冒頭部分の小役が掲載されたのが、本作の日本における初めての紹介である。前編の訳は、翌1941年に、ドリトル先生、アフリカ行きの表題で白林少年館より、 刊行されたが同社は短期間で倒産してしまう。終戦後、石井は吉野源三郎らと共に1950年に岩波少年文庫を創刊し、1951年に本作もそのラインナップに加えられた。この際に日本語版としては初めて原作者、ロフティングが描いた創画が使用されている。その後、2008年に原作者、ロフティングの日本における 著作権の保護期間が戦時下3分を含めて満了したことから相次いで新薬が発表されている。1928年にドイツで本作の前半部分より抜粋した3編のエピソードで構成されるモノクロ、無性の短編アニメーション映画、ドリトル先生アフリカき」がロッテライニガーにより制作されている。 日本では2006年にアスミックエースエンタテインメントより発売された DVD ロッテライニガー作品集 DVD コレクションの第3巻に収録された。また日本では総画家のモタイ・タケシが原画を描き起こしたスライド映写機用作品ドリトル先生アフリカ・エイクが1951年に制作されたが 映像に添えられていた岩差しことぶき名義の朗読用脚本は現存していない。2008年には残された原画に南条武則が新規に文章をつけた絵本が集英社より刊行された。ありがとうございます。